こんにちは、安藤です。あんたたち安藤ということでですね、始まりましたけれども、今日は2021年3月3日、私が性転換手術したのは2005年3月3日、ちょうど16年経ちました。まあね、16年っていうことはですね、かなりの年数が経ちましたね。お前一体いくつなんだよ、みたいな。言わないで、そこは言わないで。言わない約束。本当にですね、性転換手術してから16年私生き延びると、正直本当思わなかった。当時はきっと私早死にするわって思ってたんですよ。なんでか知らないけど、思ってたんですよね。これ結構みんな思ってるのかな？あんまり長生きするイメージが湧かなかったっていうかね、ちゃっかりね、そこから16年生き延びております。まだまだ生きていきそうです。一重に16年と言いますけれども、最近ね、YouTube でもね、性転換手術をされた方っていうのがね、たくさん動画を出してらっしゃるじゃないですか。しかもね、まあ私より大概若い。若いね、ほぼ。申し訳ない。だから私なんかが、なんか16年前の手術を、なんか、性転換手術しましたみたいな感じで、なんか上げてしまってごめんなさい。本当にごめんなさい。いやでもね、思うんですよ。16年前だからこそ語れることがあるんです。だって、16年経ったらどうなるの？男性だった時の体からしたら、まあ、結構重要な期間じゃないですか。重要な部分じゃないですか、ある意味ね。男性からしたら絶対に取りたくない場所でしょ？基本的には。それをね、私、あえて取ったわけですよ。そこから16年みたいなね。ま、16年経ったわけなので、そのレポートをしたいと思います。16年間の重みを込めて、レポートしたいと思います。まあですね、一言で言うと、大失敗でしたね。まあ、このチャンネルでも何回かこういうお話はしてるんですけれども、男性の、ね、あれを、切って女性のものをボシュって作るわけですよ。なんとなくわかるかな。切って掘るみたいな、そういう感じでね、作り直すんですけれども、そのあたりを大体もう結構ね、世間的にも認知されてきた手術でありますからね、大体わかってるとは思うんですけれども、今一度学術的に説明いたしますと、切る掘るみたいな感じです。学術的にね、説明いたしました。今切ってね、いろいろとこうカチャ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 と解体しまして、もう気絶しそうでしょ、男性諸君。それを解体しまして、そして女性のそういうものにですね、作り変えていくわけです。すごいですよね。匠の技でね、作り変えていくわけなんですよね。実は出てるかへこんでるかぐらいの違いらしいんですよ、どうも。なんか聞く話によると、不思議だね。詳しいことはまあいいんですけども、だからですね、切って、そして掘るということはですね、体に穴を開けるんですよね、簡単に言うと。その穴っていうのはね、言えば傷口じゃないですか。人間の体って素晴らしいから、傷をね、治そうとするんですよ。言えばね、大きく開けられたここのその部分の穴をね、治そう、なんか穴が開いたぞ、わー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 ってね、細胞が騒ぎ出してですね、その穴を塞ごうと、よし、ここみんなで塞ぐぞ、なんかでっかい穴開けやがって、どうしたんだこいつ、なんでこんなことしてんだよ、普通こんなことありえない、なんで俺こいつの細胞に生まれたんだろう、大変だって言ってね、みんなでね、こうね、穴をね、埋めにかかってくるんですね。わっしょい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 って、穴埋めを阻止するために結構太いスティックを使ってですね、まあ、ピアスみたいなもんですよ。ピアスも穴を開けたらね、こんなちっちゃい穴でもこう直そうと頑張るじゃないですか、細胞って。それの大きい版で、体のど真ん中で開けた穴を塞がらないようにするスティックがあるんですよ。それをね、結構長い間入れないといけなかったりするんですよね。すごい話でしょ、もう話してる私も嫌なってきたわ、なんか。私の再生する細胞とそのスティックのね、一騎打ちなわけですよ、簡単に言うと。細胞くんたちがわーってね、こう直して、どんどんこう狭めようとするんですよ、その穴の部分をね。それをね、私のスティックがグッと、ね、邪魔するという、ドカーンって、わー、なんかまた大きいの入ってきた、せっかく埋めた穴が、そういった私の局部の関ヶ原の戦いが行われるわけです。私、性転換手術するときに、それはまあ1年ぐらいやればもう落ち着くみたいなことを言われた気がするんですよ、確か。気のせいかな、まあ1年間ぐらいその作業をすれば細胞も諦めるというふうに聞かされてたわけですよ。じゃあお願いしますって言って、そのタイのバンコクでね、手術を受けたわけですけれども、まあほんと細胞って諦めないね。ずっと諦めなかったよ。もうね、直そうと、もう何年も直そうと頑張るから、もう結局ね、私も途中で諦めました、正直な
な話。最初のね、1、2年でね、入り口から少し入ったあたりがすごく狭くなって、その細胞くんが治しちゃって、一度再手術に行ったわけですよ。あ、これでもう大丈夫だと思って、今度こそ縮まらないようにスティックで頑張ってたんですけども、まあ細胞くんまた頑張る。また頑張る。あ、生きてるのね、私、みたいな。私の細胞生きてる。結局ね、そこから数年間また戦いましたけれども、もう諦めました。諦めてからもう何年経つのかな ?7、8年は経つと思うんですね。最初、性転換手術した時の深さの3分の1ぐらいのところで、細くなっちゃって、もうそこからはね、奥の細道?私の体の中に奥の細道があるの。まあ、それはもう仕方がないと思う。もうね、戦いに疲れました。これね、もうきっと私だけなんだと思ってたんですよ。そしたらね、結構動画見たらね、結構な人がそうなってるじゃないですか。これはね、やっぱりね、医学の限界なのかなとかちょっと思いましたね。結局16年経ちまして、戦いに敗れました。大失敗と言ったらまあ大失敗。いつの時代に手術してもそうなったんじゃないかなと思います。特に私は、ケロイド体質だったので、傷口の部分が人より余計盛り上がって治った。っていう風にも言われましたね、先生にね。まあ、それを考えに入れたとしても、人工で作ったそういったものっていうのは、どうしても縮んでしまうんじゃないかなって今では思いますね。それはもう仕方がないね。大失敗第2弾。私ね、喉仏をね、切除してるんですよね。これ。喉仏をね。最初もっとボッコンで出てたんですよ、マジで。ボッコン、なんていうのかな。くちばしみたいに出てたんです、最初。ここからコン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 ってなんか出てきそうな、中からどんどん出てきそうなぐらい、くちばしのように喉仏が出てたんですよ。本当に、中から鳥さんが出てくるのかなっていうぐらいの喉仏があったんですね。まあ、もともと声も低かったしね。それを取ったんですけども、簡単に言うと、喉仏を声帯ギリギリのあたりまでギコギコギコって削るみたいな手術だったと思うんですよ。削り取るみたいな。これもまた最初のうちは落ち着いてたんですよ。あ、取れたわと思って、そしてまあ傷口多少残ったけど、まあ膨らみが取れたからまあいいわと思ってたら、約1年か2年ぐらいしてきたから、小さい骨が復活してきたの。また復活しよる。米粒大ぐらいの骨がね、ぴょこんぴょこんってね、これまた復活。すごいですよね、体ね。削り取られたらそれもなんか復活しようとするんですね。傷口は残るし、復活してくるし、なんか喋るためにどうしてもへこむ。わかるでしょ、この普通こんなところへこまないでしょ。これがね、結構ね、目立つ感じで残りましたね。他にも誰か聞いたことある。米粒みたいになんか復活してきましたとか、ちょっとだけね、ポツポツとね、骨がなんか隆起してくるんですよね。不思議ですね、人間ってね。大失敗第3。喉仏もそうなんですけども、実はですよ。私実は前に動画でチラッと言ったことあるんですけども、実は声のね、女性化手術を受けてるんですよ。ね、大失敗でしょ。まず大失敗でしょ。聞いて今思うよね。女性化してねえじゃんみたいな。言わないで。言わないで。タイランドで、私はタイランドでやってるんですけども、術法としては声帯をある程度カットしてキュッて引っ張るの。簡単に言うとね、弦みたいなもんですよ。弦も引っ張れば引っ張るほどなんか高い音出るじゃないですか。多分違う、多分そうでしょ。キュッてするとウィンってなるじゃないですか。フリックインクインクインってなるじゃないですか。それと同じ原理だと思うんですよ。あーいって引っ張って、この声にするみたいな、そういう手術をしたんですよね。性転換手術からね、2年後ぐらいだったと思います。一番最初はね、めちゃくちゃ女らしい声出てたんですよ。はじめまして。なんではじめましてなの。はじめましてじゃないな。あんたたちーみたいな。もうなんかもうその声真似すらできないんだけど、その声で友達に電話したら全然わからなかったぐらいに、めちゃくちゃね、女らしい声になったんですよ、最初。それがね、また日にちが経っていくとね、どん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 ね、低くなって、結局今の声に戻りましたーみたいな。術法的にはね、多分戻らないと思うんですよ。キュッて引っ張って縫い付けてあるから、それが外れたっていうようなことはないんですよ。なんでだろうね。元のね、低い声に戻っちゃった。でもね、これね、私ね、後で気づいたんですけれども、トレーニングが必要でしたね。ボイストレーニングが。だから、結局、キュッて引っ張り上げたところで、自分の話す位置っていうのも、上げないといけなかったんですよ、きっと。うーんって引っ張られたら、この位置で、なんとか自然に聞く。
こえるように話を練習するべきだったんです。でも私そういうことちょっと知らなかったから、普通の位置で喋ってたんですね。それにね、声が変わるってね、めちゃくちゃ気持ち悪いみたいなんですよ、周りからすると。私がこんな風に喋ってんのに、安藤だよ安藤だよ、なんか最初ね、なんかすごく違和感があるあるって周りからめちゃくちゃ言われたの。それでね、なんか私も、ああそうなんだ、なんかやっぱりおかしいのかなと思って、いつもの調子で喋ってたら、ほんといつものような声に戻ったんです。大失敗。まあね、ね、3種類ですね、性転換手術、そして喉の手術、声の手術やったんですけれどもね、どれもこれもね、不発に終わる。16年前でも情報はそれなりに出てましたけども、今ほどじゃなかった。今だったらね、もうね、動画で見れるじゃないですか。タイのどんな病院でどんなことをするのかとか、カウンセリング風景が見れたりとか、そんな時代じゃなかったから、まだまだね、性転換手術に関しての情報っていうのは、だから本当ぶっつけ本番みたいなところがあったわけですよ。今私が受けるんなら、あこうはしなかったなとか、あーしなかったなとか、ケアはこんな風にしたのになとか、やっぱりいろいろあるんですけども、もう受けちゃった16年前に受けちゃった。まあまあ仕方がない仕方がない、もうそれはもう仕方がない、まあ、大失敗、まあ大失敗って言いましたけどね、失敗というか、まあ、失敗だよそんなもん、私からしたら、まあそのね、言い方を変えようがなんだろうが、私の中ではまあやっぱりちょっと失敗したなって思うことはたくさんあるんですよ。情報っていうのはね、宝なんですよ。みんなもね、情報を集めて、まあ当事者の方は見てるかどうかわかんないですけども、情報をたくさん集めて、自分なりにちゃんと揉んで、情報を揉んで、こういうものなのかもしれない、こういうものなのかもしれない、こんな不具合もあるのかもしれないとかね、いろいろとこう考え合わせた上で手術に臨んでくださいね。私みたいにね、あやった手術オッケーみたいな感じリスクも何も考えずに行くとね、こうなっちゃうわけですよ。十何年後にね、やっぱりダメだったみたいな感じでね、こんな風に動画にしちゃうわけですよね。3月3日っていうことでね、16周年ということでね、こんなお話もしてみました。久しぶりだね、性転換のネタするのね。別にもう16年前の話だから、みんなも聞きたくないよね。ブシューしてから16年、私おめでとう、あんたたちまた見てね、アンド